ゴドリックを撃破したので続きやります。円卓の2本指に合うところからだね。そう、デミゴッドを倒した私はついに円卓の一員になったのだった。というか、あのエロそうなおじさんはデミゴッド倒したんか。ヒトハちゃんだけの特別試験ってこと。扉の奥になんかでケイノがいる。もしかしてあれが2本指ってやつなの。これは秘書道。よく見たら本当に2本指だ。絶妙に細い手のひらがキモい。ハレブンにこんな感じの肝生物いたよね。こんなの進行しない方がいいんじゃねえ。あんた、新しいアセンチだね。よく来たね。私は指読みの縁や。正義は勝ちそうな名前してんなお前な。大いなる石の使い、指様の言葉を伝えるバーサね。見てごらん、指様が震えている。大ルーンの浸る、あんたを歓迎しているのさ。さあ、指様の言葉を聞くがいい。おじさん公文で話しかけられたらどうしよう。偉大なるエルデンリングは、黄金の律。それは世界を律し、生命は祝福と幸福を謳歌する。だが、それは砕かれてしまった。律の句だけは、許されぬ対価。それは当然の報いをもたらし、今や世界は、生命は、どうしようもなく壊れている。呪いと不幸がはびこっているのだ。だが、大いなる石は、世界と生命を見捨てない。お主たちアセンチュに、祝福の導きをもたらし、使命を与えたのだ。アセンチュよ、お主の持つ大ルーンは、エルデンリングの大かけら。それを、もう一つ手に入れよ。そしてエルデの王となり、黄金の律を修復するのだ。あともう一個だけでいいとか楽勝すぎません。指様の言葉を、忘れるでないぞ。うっす、かしこまり。話クソ長かったけど、これでようやくこの世界のことが分かったね。要はエルデンリングが壊れたから新しいの作ってちょんまげってことね。にしても大いなる石ってなんだ。きな臭くね。きな臭。しかも偉そうな割には大いなる石の使いっ走りじゃねえかこの指。大いなる石なら石くらい直接伝えろ。なんで途中に指とババア挟むんだよ。世界存亡をかけた伝言ゲームしてんちゃ。ああ、それとあんた、どうやら黄金の追憶を持っているようだね。デミゴッド、そして偉大な英雄たちは、滅びてなお、黄金樹に追憶として刻まれる。それはそうした代物さね。そして追憶は、その主の力を宿している。もしあんたが、それを手にし、狂うことを望むのなら、指様のお力を借りてあげるよ。あの指にそんな力が？なあに、躊躇することはないんだよ。指様は導いておられる。あんたたち汗人が、奪うことをね。これババアが適当に言ってる説ない？大丈夫？追憶を消費するといろいろもらえるみたいだね。一個しかもらえんからコンプには周回必須なのか。でもらえるものってのは、ゴドリックの王の塔を、継がれた比喩なのん。どっちも能力足りねえ。脳筋進行マンだったら強い武器なのかもしれない。今作、進行の要求頻度高くない？オッケーバーバー、大ルーンについて教えて。ああ、大ルーンなら、デミゴッドたちが持っておるよ。エルデンリングの宿主、神たる女王、マリカーの子供たちがね。彼らはみんな、大ルーンの力に歪み、争い、だが誰も、エルデの王にはなれなんだ。だからこそ、お主たち汗人に、祝福がもたらされたのさ。ほら、指様もおっしゃっている。本当にござるかー。大いなる石は、デミゴッドたちを、遠の昔に見捨てている。アセンチュよ、躊躇はいらぬ。存分に奴らを殺し、奪うがよい。けれども、あんた、気をつけることだね。デミゴッドたちは、皆が女王マリカーの直接の子。ただ次期のゴドリックだけが、遠い子孫に当たり。故に髪の毛は薄く、最も弱かったのだから。奴は四天王の中で最弱。ってこと？おじいちゃん、デミゴッド殺してきたよ。君、二本指の言葉を聞いたのだね。一旦ババアを経由してるけどね。では、約束通り君を歓迎しよう。円卓の真の一員として。私は、ギデオンオフにいる。アセビトとして、エルデンリングにまみえ、エルデの王となるために、すべてを、知ろうとしている。発狂しそうだからヒトハちゃんそういうの良くないと思う。君は、数少ない同志だ。ずっと、そうであってくれたまへ。おう、考えておいてやるよ。君は、さらなる大ルーンを求めるのだろう？であれば、同志として、少しばかり伝えておこう。大ルーンを宿す、破片の君主。円卓は、そのうちの5人の居場所を把握している。君が倒したものを含めてな。一人は、ストームビルの主、刺激のゴドリック。一人は、ケイリットのノデマレニアの腐敗と相打った、将軍ラダーン。一人は、ゲルミアの火山艦の主、ホーム艦ライカード。一人は、オートローデイルの主、姿なき王、祝福のモーゴット。そして魔術学院であるカリア、満月の女王レナラ。おなら？死ね。君は、どの大ルーンを求めるのかね？ふん。とりあえずこいつらの誰かを殺せばクリアできちゃうわけだ。一応、全員分聞いておこうかな。ストームビルの主、刺激のゴドリックは、最初のエルデの王、ゴッドフレイの末裔にして、亡き力を求めた異様の老衆。その城は、リムグレイブの地、その北西の断崖にある。おそらくは、君がよく知っているようにな。
捕縮だけの証し、将軍ラダーンは圧倒的な武人だった。だが、リムグレイブの東に広がるケイリットののでマレニアの腐敗と相打った。以来ケイリットは赤い腐敗に飲まれ、容易に近づくことすらできぬが、ラダーン軍の残党はまだ彼の地にとどまり、日によって腐敗に対してると聞く。であれば、ラダーンはまだケイリットにいるのだろう。おそらくは、まともな姿ではなかろうがな。おっこと主みたいになってそう。ホーム艦ライカードは、ゲルミアの火山艦の主、慈悲なき裁判官にして、赤門氏たちの長、蛇のように忌み嫌われた男。ゲルミア火山は、黄金樹の大地、アルター高原の西にある、粉砕戦争で最も凄惨な戦いの舞台となった場所だ。ライカードは、冒涜の罪を犯したのだよ。そして、許されざる敵となったのだ。祝福の盲獄とは、オートローデールの主、アルター高原の東、黄金樹の麓にその都はあるが、日本指は、我らがそこに近づくことを許していない。エルデンリングの修復、そのために必要な、複数の大ルーンを持たぬうちはな。故にこの姿なき王は、当面の狙いとはならぬだろう。黄金樹の麓、これはラストダンジョンと見た。魔術学院であるカリアは、リムグレイブの北、霧深いリエーニエの地にそびえ立っている。レナラは、その超たるカーリア王家の女王なのだ。レアルカリアって学校じゃなくて王国なのん。だがレナラ自身はデミゴッドではない。彼女を捨て、女王マリカの二人目の夫となった、王ハイラダゴン。その男から送られたという、琥珀の卵に、大ルーンは宿っているのだよ。とりあえず楽そうだし近いしレナラを狙いに行くか。それにしてもババアもジジイも話長すぎなんだが。年寄りは話が長い。お、姉子がいんじゃん。相変わらずドスケベな格好してんねー。ほう、お前は、やはり、円卓に招かれたのだな。ネペリルー、ストームビル以来だな。会えてよかった。渡したいものがあるんだ。カゲ、ゴドリックの釣り場で見つけたものだ。あれを倒した、お前のものだ。拒まないでくれよ。私は戦場アサリにはなりたくない。遠回しに私のこと戦場アサリ扱いしてない？やーい、戦場アサリ。まあとりあえずブブ会のお守りをゲットしたよ。あ、そうだ。ギフには、もうあったのか？彼は今、書斎にいる。すぐそこの、エンシャ殿の見張る扉だ。もしまだなら、会っていくといい。ギフは、円卓の指導者だ。きっと、良い話をしてくれるだろう。そなげいけどな。さて、私はそろそろ行く。縁があればまた会おう、戦士よ。最後にお揃いの格好しよ。セクシー。あと円卓でやることあったかな？お？おあなた、お許しくだされ、お許しくだされ。なんだなんだ？まだ、足りませぬ。神には、届きませぬ。けれどきっと、必ずや、あなたの願いを、お許しくだされ、女王マリカー。急に大声出してどうしたんだ、ヒューグ君。アセンチが地獄耳なだけだぞ。おあんたか。すまんな、気づかなかった。さっきの祈りっていうか懺悔みたいなのなんなんすか？盗み聞きとは、悪趣味だな。いや、はっきり聞こえる声量で話したのはあなたですけどね。わしは、あんたたちアセンチの予習だ。それでも、祈りはわしだけのものだ。まあいい。わしも不注意だった。納得いかねえ。謎に私が悪いことになってしまったんですけど、まあいいさ、このむしゃくしゃは下の赤霊に全部ぶつけてやるぜ。パート8くらいから考えてた作戦がようやく火を吹くね。でも圧倒的な成長を感じたいので一回だけ体験で言っていい？ダメ。答えは聞いてないしね。最初に挑んだ頃とは違うのだよ。初手バクスターを決めた後に骨を立たせて肉を切る戦法でぶち殺してやりますわ。あっちゃで。お前もう船降りろ。いや、成長した私にはバクスターとか必要ですし、正々堂々戦っても余裕ですし、やることは変わらん。戦技をぶちかませ。逆に骨を立たれてない？ほわー、強いよこの人。まるで成長していない。氷結のせいで脳死戦技ぶっぱもできなくなっちゃった。もう勝ち目ないけど、せめて人たち浴びせてやる。死にさらせー。悪い、俺死んだ。何やってんだお前。まあさっきまでの集大はこの完璧な作戦の前振り。以前戦った時に強靭が低いことを私は見抜いていたのだ。そう、フレイルの戦技鎖回しなら貫通できんじゃね？と、天才美少女って呼んでいいよ。怯えろ、含め、霊気の性能を活かせぬまま、死んでいるぜ。おわー。本当に何やってんだお前。なお、作戦は完璧でした。とわちゃん大勝利？いくら作戦を立てても本人がポンコツだと意味ないという異例。よっしゃー。狂い下撃破じゃー。長老者の下をゲットしたね。読めない漢字使うのやめて。
アイテム効果は協力者がいない状態でも侵入されるようになるってやつだね。まあ私にはあんま関係なさそうなアイテムだね。で、報酬がこれだけってことはねえよな。逃げれば一つ、進めば二つ、欲張りは全部、ハッカー、憧れは止められねえぜ。お宝だー。こい、私が使えるクソ強武器、ひもじのパタを入手しました。なんだこれ？貴重品アイテムか？いや武器だわこれ。実体なしの魔法剣ってこと？進行剣みたいだね。また進行か。日本指由来で縦に弾かれないと、弾かれない？しかも戦技の防ぎ N 刃はガアフカだね。なんだこのぶっ壊れは。進行補正が C なのが気になるけど進行特化にはクソ強くないかこいつ。パリーもできないとかだったら対人最強じゃないか。さすがにパリーはできそう、知らんけど。まあ私は技量系で行くから関係ないんですけどね。ん？ああ、我が戦友ロジェールじゃん。お前こんなとこにおったんか。やあ、あなた、またお会いしましたね。こんな姿勢ですみません。どうにも体が動きませんので。大丈夫そ？それで、何かご用でしたか？いやまあ特に用事はないんだけどね。せっかくだから自慢しとくか。おう、そうですか。ゴドリックを倒し、ダイルーンを手にされましたか。ではお互い、ストームビルでの目的は達したというわけですね。おめでとうございます。ありがとなす。これは、祝いの品です。取っておいてください。なんだろ？魔法かな？ロジェールのトゲ剣プラス8を手にプラス 8？ おいおいこんなのエルデの王になっちまうぜー。私はご覧のありさまです。動くこともままならず、戦うことなど、とてもできない。だからそれはもう、私には無用の長物なのですよ。かわいそう、ちんぽこかわいそう。ストームビルの地下にあった異様の句ですか。あれは異物なのですよ。黒木刃の陰謀、そう呼ばれる強刃の夜の、古い黄金樹の世紀、まだエルデンリングが砕ける前。何者かが、黒木剣のマリケスから死のルーンのかけらを盗み、冷たい夜に、黄金のゴッドウィンを殺したのです。それは、歴史上初めてのデミゴッドの死であり、エルデンリングが砕け、粉砕戦争が起こる、そのきっかけになったと言われています。私はもともと、学者志望でしてね、その陰謀をずっと調べているんです。その契機を知る必要があるのでないか、とね。まあ、おかげでこのありさまですけどね。あなたも注意してください。あのムクロに、触れすぎないように。おいおいもう傘拾っちゃったよ。あの巨大な根っこのせいでこうなっちゃったのかな？よく見たらハエとかもたかってるし。おそらくもう長くはないだろうね。悲しいな。あとは白面のバレイさんに報告するくらいかな？あれ？バレイさんの表示がなくなってる？やっぱりいなくなってる。巫女なしのあなたへ、家にえのち、門前町の西、バラ教会までおいでなさい。方向うんちだから西とか言われてもわかんねえぞ。とりあえず学院の鍵探すついでに探してみるか。というわけで今回はここまで、次回はリエニエ探索を進めていくよ。クソ遅い投稿ペースで一体いつ完結するのか。ここまでご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、うんぬんかんぬんもよろしくな。じゃまたね。